19世紀末、中国分割の危機が高まりました。1898年、ドイツが広州湾を租借したのをきっかけに、ロシアが旅順、大連を、イギリスが東洋艦隊の基地とした伊海栄と、香港の対岸の九龍半島を、フランスは広州湾を租借しました。さらにロシアは東北地方を、イギリスは長江流域を、フランスは雲南、広東、広西を、ドイツは山東半島を、日本は台湾確保のため福建省を勢力範囲とするに至りました。これに対して他の列強より中国への進出が遅れていたアメリカは、門戸開放宣言を出して列強による権益の独占に反対しました。